鎌田翔太郎から1942年3月28日は、戦前日本の実業家、社会事業家、資産家、醤油醸造家、香川県多額納税者、政治家、貴族院多額納税者議員、衆議院議員。15位、君さん等、続席は、香川県平民。境で営業の振興に努め、佐ぬき境で営業の父とも称される。 貴族院政治史上最多の当選回数の保持者でもあり、貴族院の重鎮としても君臨した。醤油城造業とする家に生まれた。鎌田昌平の長男。2歳、あるいは3歳の時、父親が死亡し、祖父母と母親の手で育てられた。1876年8月、家督を相続した。12歳で、 高松の美の番系の塾に塾生として住み込み、勉学に励む。1878年、14歳で上京して、慶応義塾に内弟子として、入門、2年間教えを受けた。ただし森川秀政著、日本財閥経営士によると、実情は明らかにしえないという。在学中に、北海道を見分して帰郷した後に、海港丸という船を購入し、 堺で函館間の開運業を起こす。若くして、手腕を発揮。醤油醸造によって得た利益を社会に還元することを考え、釜田育英会を起こして、事前育英事業に従事。育英や社会事業に尽くした。園業界の富豪としては、多津園電株式会社を、資本金3万円で設立し、岡山の野崎武吉郎とも並んで称され、 坂出で塩産業子会社では、地主による会社として、塩、石炭の販売を行い、清への貿易を早い段階で始めた。銀行家としては、第114国立銀行の大株主でもある、鎌田は、銀行経営に深い関心を寄せ、朝鮮実業銀行社長となり、製塩業を対象とする、銀行経営に乗り出した。また、 塩消費税問題に対処するため、大日本営業同士会を設立。さぬき石宇多園電、朝鮮実業、か田産業各社長、坂入銀行頭取り、さ鉄道、高松銀行各、取締役、さぬ信託相談役、琴平急行電鉄顧問、香川県教育会理事長、か田た共済会会頭などを務めた。貴族院政治家としては、 ソ我助ケ谷リ、タに近いコン会系の議員として出発し、平山茂信、江木和幸らの沢会に対抗した。その後、1923年、大正13年の貴族院、第46議会に質問に演説で、貴族院改革の必要を強調。この絵踏みまらが所属する土曜会に所属したが後に、朝日クラブを経て、声優会系の交友クラブに移った。 住所は、香川県綾やうたぐ出町、東京市郝島地区、一番町。さぬき国栄で出村生まれ。鎌田家は代々、香川県綾やうたぐ出町で、醤油製造業を営んでいた。阿波沖な、鎌田正太郎伝の鎌田家の系譜には、その祖先に正沖と称して、方言の昔、巣徳上皇がさぬきに移された時系師より、 上皇に従ってきて、鈴見家岡に奉仕し、後に、宇多り郡、河津村、鎌田源に移り住み、一地を築いて、鎌田池と名付けた人がある。二十余裕を経て、兵部という人が、慶安年中境で村に移る。1789年、鎌田城油創業。兵部より七代初代、右平太、八代中蔵の世になり、加算が大いに富む。とある。ありがとうございます。